うおお、ついにあのクッキークリッカーがSteamで発売されました。さようなら私のパソコン、これからシャットダウンされることなく永遠にクッキーを焼き続けてもらいます。皆さんはクッキークリッカーをご存知ですか？2013年に初公開されたゲームなのですが、日本でも爆発的にヒットしました。その後もクッキークリッカー系の派生ゲームは多く出ていて、放置ゲームの元祖と言えるのではないでしょうか。とりあえずやることは左のでかいクッキーをクリックして、右側の施設を購入し自動でクッキーを焼けるようにします。一番上のカーソルは10秒ごとに勝手に1クリックしてくれるやつです。今は5つしかないので毎秒 0.5 枚のクッキーが焼けています。この1秒間に何枚のクッキーを焼けるかというのを CPS、クッキーズパーセカンドと言います。最初この単位を聞いた時はめっちゃ笑いました。開始約1分にして新しい施設が開放されました。優しいグランマは、もっとたくさんのクッキーを焼いてくれます。このグランマはクッキーを焼いてくれるおばあちゃんです。CPS は1なのでカーソルの10倍ものクッキーを焼いてくれます。これで全体の CPS は 1.5 になりました。これだと1日かけても129,600枚。日本国民の皆様に1枚ずつクッキーをお配りするのに約3年かかってしまいます。自衛官がこんな手いたらくではいけません。国民の皆様が満足できるクッキーを生産できるようにいたします。あ、勢いで自衛官って言ってしまいましたが、私は正しくは自衛菅です。自衛隊や自衛官とは一切関係ありません。そして数分後、農場が開放できるようになりました。クッキーの種からクッキーの木を育てます。クッキーの種って何ですか？クッキーの木って何ですか？CPS は8でカーソルの80倍、グランマの8倍のクッキーを焼いてくれます。いや収穫と言った方がいいのでしょうか？そういえば私は2013年にクッキークリッカーがヒットした時にドハマりしたのですが、この数年は全くやってなくて色々忘れている状態です。当初は楽しみたいのでなるべく息などは見ないようにします。あ、コメントで色々教えてくれるのは大歓迎です。そして目標は全実績の解除にします。どんな実績があるのかわからないのでもし詰まったらその時考えます。そして数分経ち鉱山を開放しました。クッキー生地とチョコチップの採掘場。ツルハシで採掘したクッキーとか食べたくないですが、これも国民の皆様が満足する量のクッキーを提供するためなので仕方ないです。その後も、クッキーを大量生産する工場を建て、利益からクッキーを作り出す銀行を設立し、ゴールデンクッキーをクリックしたら、あたり一面ゴールデンクッキーだらけになりました。このゴールデンクッキーはいろいろな効果があって、大量のクッキーもらえたり、一定時間 CPS が上がるというものがあります。中でも13秒間777倍になるものがあって、これクリックするだけで3時間弱分一気に進めることができます。そして今の稼ぎで神殿を建てました。そしてなんで BGM が急に変わったかというと、さすがにクッキークリッカーだけ集中してやるのは無理です。横で別動画流しながらやってたのが全部録画されてたからです。少し時間は戻って、生意気ティーポットのベーカリーってなんだよ。あ、これ変えられるんですね。ランダムもできるみたいです。ウルナ忍者。ダブルマカロニ。プロフェッサーオウム。ひどいミステリー。ひどいロボット。パワー靴下。小粋なお宝。覚えやすいカラスケーキ。クレイジーシマウマ。ウォータースペースシップ。サイキックロボット。ろくなのねえじゃん。あ、そういえば自己紹介してなかったですね。ゆっくり山荘と申します。よろしくお願いします。お、左上がゆっくり山荘のベーカリーになったのと名前を変更したっていう実績が解除されました。そしてプレイ開始から約1時間が経ちました。CPS は 58,629。1日約50億枚のクッキーを生産していることになります。国民1人当たり1日約40枚配布できる体制です。森永やブルボンのチョコチップクッキーのカロリーを見ると1枚当たりだいたい50キロカロリーでした。つまりは私の施設だけで皆様に1日約2000キロカロリー分のクッキーをお渡しできます。厚生労働省の日本人の食事摂取基準のカロリーだけを見たら10代20代の男女だと2000から2800キロカロリーが必要と書いてあります。活動が多い方はさらに多くのカロリーが必要です。
つまりは私の施設では全ての国民に満足な量のクッキーをお配りすることができません。さらなる研鑽を重ねて全ての国民が満足できるように努力します。お、なんだこれ、なんかよくわからないのですが、上の方で砂糖玉というのが育っています。どうやら20時間ちょいで施設をアップグレードできる砂糖玉ってやつをもらえるようでした。これは待つしかないですね。成熟と完熟って何が違うんだ？まあそのうちわかるでしょう。え、グランマって一人一人に名前と年齢あるんですか？このグランマ、102歳のクッキーさんって言うんですね。他の方も後期高齢者を中心にクッキーを焼いてくれています。もっとおばあちゃんが欲しい。よし、グランマを分隊規模から中隊規模に引き上げます。もちろん中隊長はクッキーさん102歳です。きっと10代の頃からクッキーを焼いているでしょうから、もうすぐ焼き始めて1世紀という大ベテランです。うおお、おばあちゃんが増えていく。そしてゲーム開始から1日半を超えたところ、魔法の10日持つ千錬金術ラボと施設を開放していき、クッキー次元への扉を開くポータルを開放しました。これにより CPS は4284万4454、1日約37兆枚のクッキーを生産しています。国民の皆様に1日約3万枚のクッキーをお渡しすることができます。よかった。さすがにこれだけあれば国民の皆様の期待を裏切らないと思います。そして現在の実績はこんな感じになっています。あ、今ので気づいた方もいるかもしれませんが私は連打ツール使う派ですのでご了承ください。というわけで全実績解除に向けてのんびりやっていきます。次回もよろしくお願いします。